こんにちは、トルネード尻もみじです。さあ、これまで2回いやらしいアニメのタイトル見てきましたけども、今回はサザエさんがメインのいやらしいタイトル見ていきたいなと思います。いや、サザエさんなんてもうずっと続いてる大人気な国民的なアニメですから、そんなサザエさんでいやらしいタイトルなんてあるわけないじゃないですか。ということで見ていきましょう。レッツゴー、3、2、1、ヨー、サンディエゴ、オーケー、スタート。エロいタイトルしよう。僕と父さん何が、僕と父さん何が、息子視点だけど、そっちの息子視点ってこと、僕と父さんってこと、誰がチンチン視点でサザエさん作るね。僕と父さん、いいよ、僕と父さん。おじいちゃんの道草ええって、あー、これはちょっとね、やらしいですね。ちびっこの大人の時間会はね、だいたいやらしいですから。タラちゃんのタラちゃんがタラちゃんしちゃったんじゃないの。タラちゃんのタラちゃんはタラタラしてないから、行き急いでますから。タラちゃんのタラちゃんは野生の野生のタラちゃん。そう、またキャラクターにモザイクがかかってることによってね、逆にやらしさ倍増してますから。ジャングルの王者タラちゃんみたいなね、タラちゃんがターちゃんになっちゃうよ。タラちゃんのタラちゃんのジャングルはすごいんでしょうな。ちょっと変わった宿題、ちょっと変わった宿題。袋の味、船の味は味わえたないな。いや、船さんが何歳か知らないですけど、さすがに無理あるね。結構年季の入った船さんですから。タマにもモザイクかけんでええねん。猫やから、ペットやから、名前やから、エッチなタマじゃないから。秘密のクリスマスツリー、秘密のクリスマスツリー。カツオの悪い癖、ああ、密かな楽しみ、はいはいはい。女の子がいるって華やかでいいわ。カエコさんどう、そろそろ次を頑張ってみたらこれはね、やってますね。普通にやっちゃってますね。いや、もう今こんな発言できないんじゃない、さすがに。カエコさんどう、そろそろ次を頑張ってみたら。あら、サザエさんから。カエコさんは2児の母AV やん、 AV のタイトルやんけ。カエコさんは2児の母やっとるやん、撮影始まっとるやん。モザイクかけるから余計やらしくなるんよな。2児の母、ドキドキ忘年会、ドキドキ忘年会、スケベやな。お花見穴場情報だからやってますやん。お花見が完全に別のお花見ですからね。なんか週刊誌の途中とかに挟んでありそうですね。真夜中のおやつ、真夜中のおやつ、真夜中のドキドキ忘年会くっつけ始めた。ええって、真夜中のドキドキ忘年会ってなんやねん。旦那のことなんて俺ので一瞬で忘れさせてやるよみたいな。ドキドキ忘年会始まっちゃいます。秘密のドキドキ忘年会、秘密のドキボッキボボジャーボッキ、真夜中の相撲、真夜中の相撲、真夜中の穴場情報ええて、トイレ穴場情報、トイレ穴場情報、穴場情報便利すぎやろ。なんでサザエさんで無料案内所みたいなことしてんの。野生の穴場情報、野生の穴場情報、おじいちゃんの穴場情報ジジイの穴場情報いらんねん。たま穴場情報、たま穴場情報、サンタさん穴場情報、もうええって穴場情報。サンタさんの悪い癖、サンタさんの悪い癖、真夜中の僕と父さんもういいよ、真夜中の手品です見てください、今から僕の息子から白いおしっこを出すです。じゃないねお前、ふざけんな。なんや、タラちゃん真夜中の手品って、射精用手品だと思ってるタラちゃんじゃないんよ。くと父さん、密かな楽しみ、密かな楽しみ、太鼓さんは遊びじゃないんだ。なんやそれ、太鼓さんはトイレ、太鼓太鼓さんはトイレ、ひどいね。 AV 出演させられたと思ったら今度はトイレ扱いですか。やってられないよ太鼓さんも。野生のサンタさん、野生のサンタさん、野生の太鼓さん、野生の太鼓さん、真夜中の太鼓さん、はいはい、太鼓さんの悪い癖、うん、おじいちゃんいらっしゃい、太鼓さん来んなよ、いらっしゃい、来んなって、おじいちゃんはすごいです。ああ戻った、太鼓さんはすごいです。おねしょた始まっとる、真夜中の成人式、真夜中の成人式、太鼓さんはトイレが
大好き。意味わからん。タイコさんはトイレが大好き。別のトイレがおるやん。タイコさんトイレちゃうか。別のトイレ出てきとるやん。ミヘ、おうりだし。出すな。タイコさん、おうりだし。出すなって、タイコさんを。船の味。やめろ、船の味出すな。気持ち悪い。船の味、おうりだし。最悪。船さんを出さんでくれ。まだタイコさんの方が興奮できる。お預けタラちゃん。お預けタラちゃん。太鼓さん、お預け太鼓さん、行かせてあげてよ。もう行かせてあげて。トイレにもなって AV も出演して必死に頑張ってんだから、せめて行かしてあげて。チュン、ガチンコ勝負。新春ガチンコ勝負やめろ。ガチンコ勝負やめて。ガチンコじゃないよ。いやでも見れば見るほどチンコに見えるな。これすごいな。船の、やめろ、船じゃないって。気分変えて。船やん、やめろ。船ちょっと変わった。年取ってるから。新春ガチンコ船の、まずそう。密かな楽しみ船の、もうやめて。船の味、いくつになっても船の、船やだ。今晩やってみるかい。船のやだ。それじゃちょっとだけ。やめて。お口に合いますでしょうか。船、合わないよ。3、2、1、 よ。股関節OK! ということで、船の味集でした。もし船の味味わったことある方は、感想を教えてください。本当に乾燥してんだろうな、船。カピカピなんだろうな。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、せーの、さよなら。やだ、カピカピの船最悪。こっちを見てよ。あんたと小中同級生だった仲良かったあの女の子いたじゃない。あの子亡くなったわよ。後ろから妙な視線を感じるんだ。その視線と目が合ってしまうと呪い殺されてしまうだよ。誰からそんな噂聞いたんだよ。うんこの味って知ってる？お姉ちゃん、京子ちゃんは俺たちのことも恨んでるだ。次は俺なのか。なんかマジックミラー号みたいな感覚ですね。やっぱり京子、事故死じゃないかもしんねえ。これが指輪。早く来てよ。胃から羊水を吹き出して死んでたらしい。私たちの母は子宮が4つあったんです。この呪いを止めないと。絶対に強固視線を感じる。こんなことお前は望んでんのかよ。それが指輪、通称子宮リングです。力こそプロテイン。突っ走りなさいよ。トクロ返し装置で奪ったはずなのに。俺もお前も目をそらしすぎたんだ。プロテイン解放。この世界は回ってるってこと。もう二度と俺は目をそらさない。死ねー。流星君、ありがとうね。うおー、視線京子、俺